渡辺直美、平野紫耀との因縁を超えて再び舞台へ。人見知り事件の舞台裏と新たなる展開。こんにちは、皆さん。私たちのエンターテインメント界にまたしても大きな話題が巻き起こっています。タレントの渡辺直美さんと元キングプリンスの平野紫耀さんが再び注目を集めています。彼らの因縁の舞台裏と未来へ向けた新たな展開をお伝えします。舞台裏のエピソード。 今年の1月4日、渡辺直美さんは自身の YouTube チャンネルでの生配信中に、昨年大晦日の第71回 NHK 紅白歌合戦でのキンプリとの共演について、興味深いエピソードを披露しました。あの舞台での因縁の瞬間、渡辺さんは緊張のあまりまともな会話ができなかったことを告白しました。平野さんに話しかけられた瞬間の動揺と、それに続く舞台裏のドラマが、 彼女の心に深い印象を残していたようです。ダサすぎるんだけどどうする嫌われました。完全にという彼女の率直な感情が多くのファンの共感を呼び起こしました。このエピソードから彼女の人見知りに関する素直な一面が明らかになりました。しかし、この出来事が新たなドラマを生むきっかけとなるとは誰も想像していなかったことでしょう。新たな展開への興奮。その後、平野紫耀さんも舞台に登場し、 彼自身のインスタグラムで単独の生配信を行いました。そして、まさかの展開が訪れました。平野さんは、横浜流星さんや佐野優斗さんとのコラボに続いて、渡辺直美さんとのコラボを希望する発言をしました。その瞬間、渡辺さんは彼の声に驚き、その興奮をインスタグラムのストーリーズで爆発させました。彼女は自分の名前が呼ばれて飛び起き、 驚きのあまりに携帯を投げるほどの興奮ぶりを示しました。平野さんが自身のインスタライブで、渡辺直美さんに会いたいと語ったことに、彼女は喜びと興奮で胸がいっぱいだったことが伝わってきます。この一連の展開は、ファンたちの心に新たな興奮と期待をもたらしました。未来への一歩、渡辺直美さんは、平野紫耀さんに向けて感謝の気持ちを込めて、自身のストーリーズでメッセージを送りました。 彼女はいつも応援してるよももし話す機会があったら、あの時の人見知り事件が再度起きないように頑張って喋ります。体に気をつけて頑張ってね、と温かなメッセージを送りました。このメッセージには、過去の因縁を超えて、新たなる展開への期待とともに、温かな交流を築く意欲が感じられます。渡辺さんの率直な姿勢と、平野さんの積極的な発言が、ファンたちの心をわしづかみにしています。 結び、今回の出来事から、渡辺直美さんと平野紫耀さんの関係性は、単なるエンターテイメントを超えて深まりつつあります。因縁の舞台裏から始まったこのストーリーは、新たなる友情やコラボの可能性を秘めています。彼らの一歩が、これからの未来への素晴らしい物語の始まりとなることを願ってやみません。皆さんも、彼らの交流を楽しみながら、彼らの未来に期待を寄せてみてはいかがでしょうか エンターテインメント界にはまだまだ驚きと感動が待っていることでしょう。楽しみにしていてください。それでは、素敵な一日をお過ごしください。